皆さんは山口ほろ酔い酒粕養殖業をご存知ですか。これは県が酒粕を利用して開発を進めているブランド養殖魚のことです。今回のいきいき山口では、その開発に向けた取り組みについてご紹介します。松竹さん、山口ほろ酔い酒粕養殖魚について教えてください。山口ほろ酔い酒粕養殖魚は県が開発したブランド養殖魚です。ほろ酔い酒粕ということは、地酒の酒粕が使用されているということですか。はい、日本酒は山口県を代表する名産品ですが、製造の際に出る酒粕を魚の養殖に利用しました。こちらは酒粕を混ぜた餌を食べて成長したサバです。見事ですね。サバ以外に現在ウマヅラハギやアユの試験も進めています。山口県は美味しい魚の宝庫として知られていますが、魚の養殖業の規模はあまり大きくありません。この取り組みを通して山口県ならではの特色ある養殖業を展開していきたいと思います。この日は関係者が集まって、山口ほろ酔い酒粕養殖業ブランド発表会が行われました。第3弾のブランド基準を策定することとしています。どうぞ。ロゴマークも披露されました。こちらがほろ酔いサバの刺身です。綺麗ですね。まろやかに甘いですね。魚臭さも少なくて、魚が苦手な方も食べやすいと思います。いかがですか。思ってた以上に脂が乗ってて、重たい。美味しいです。最初聞いた時非常に驚いたんですけれども、今日ほろ酔いサバを口にすることができて、その酒粕の良さ、サバの良さをがうまく混ざってるなというふうに思っております。これを機に水産業が活性化すると思いますので、楽しみです。好評のようですね。嬉しいですね。ほろ酔いサバは数量に限りがございますが、長門市と阿武町の道の駅で食べることができますので、ぜひご賞味ください。山口県の養殖業を盛り上げるために頑張ります。今後もほろ酔いシリーズにご期待ください。